皆さん、こんにちは。追っかけ情報局のリコです。もうご覧になった方が多いかなと思います。昨日、スターニュースコリアにて、アジアアーティストアワードでの b ーストのパフォーマンス映像が公開されました。一言で言うと、本当に素晴らしくて感動しましたね。先週とても話題になっていた、このアジアアーティストアワードでの b ーストのパフォーマンスなんですけれども、 この映像を見ると、私たちは何を心配していたんだろうと、何にも心配することはなかったなというふうに思いました。彼らがこのステージにぶつけた魂のこもった情熱の溢れるパフォーマンス、そのすべてが臨場感溢れる映像の中に詰め込まれていたなと思います。 今までもいろんなところでギフテッドという楽曲を彼らはパフォーマンスしてきて、私たちもそれを見守ってきたわけですけれども、その中でも本当に魂のこもった熱い熱いパフォーマンスだったなと思います。ギフテッドの楽曲がだんだんと炎が燃え上がるように盛り上がっていって、壮大な荘厳な雰囲気を称える、 最後のジュノンとマナとのフェイクのところでは彼らの歌声、そして5人が魂を込めてダンスしている様子を見ているといつも涙が溢れてくるんですけれども今回も彼らの熱い熱いパフォーマンスに本当に涙が溢れてきました。そして今回のこのカメラの撮り方が定点でしたので 正面から一曲丸々ギフテッドのパフォーマンスを見ることができるという本当に私たちにとっても貴重な映像になったなというふうに思います。ギフテッドの構成の素晴らしさであったり、同じ動きをしていても一人一人微妙にニュアンスが違うところなどが本当に見て取ることができて、私も何度も何度もこの映像をリピートしてしまっています。 おそらくそんなベスティーさんが多いんではないかなと思いますが、このスターニュースコリアに公開された B1st のパフォーマンス映像は再生回数がとんでもないことになっています。現在公開から1日と少し経ったところなんですけれども、その時点で15万回再生されています。 この15万回という数字なんですけれども、今回アジアアーティストアワードでのいろんなグループの方たちがパフォーマンスした様子が順次公開されていっているんですが、その中でもこの再生回数のことだけに言及しますと、b ファーストのこの15万回というのは他のグループに比べても群を抜いて多くなっています。私たちベスティーが b ファーストのパフォーマンスに感動して、 何度もこのパフォーマンスをリピートして見ているうちに再生回数がぐんぐんと伸びていったその結果かなと思っているんですがそのことは結果として世界中の方たちに b ー s t のパフォーマンスを届けることができるきっかけになっているのではないかなというふうに思っていますというのがこの今回 b ー s t のアジアアーティストアワードでの パフォーマンスを公開してくださったスターニュースコリアさんというのは韓国のナンバーワンインターネット芸能情報メディアだそうです。そのスターニュースコリアさんが取り扱っているアジアアーティストアワードのパフォーマンス動画の中で再生回数が群を抜いて多いというのはビーファーストのことを知らない方たちにも再生回数が多いということで目を引きつけることができると思います。 このスターニュースコリアさんの YouTube チャンネルをざっと見てみたんですけれども、チャンネル登録者数は25.9万人。そして投稿されている動画は K-POP に関するものばかりでした。ですので、このチャンネルをご覧になる方というのは、韓国の方や K-POP を好きな方がほぼすべてだと思います。そういった方たちの目に留まるきっかけを作ることができたというのは、 本当にすごいチャンスだなというふうに思っています。実際にこの動画にはたくさんのコメントがついていまして、もちろん外国語のできるベスティさんがいろんな国の言語で B ファーストのパフォーマンスを評価してコメントしてくださってるというのもあると思うんですが、実際に外国の方からのコメントというのも見受けられますので、本当に嬉しいなと思っています。 ビーファーストが世界展開を目指していく上で、まずはやっぱりアジアに届けなくてはならないという思いと、とはいえ K-POP が石巻しているこのアジアにおいて、ビーファーストの認知度を高めていくことが本当に難しいという現実もありますので、このチャンネルでこのように取り上げていただいて、そこでこれだけの再生回数でいろんな方の目を引きつけることができる要因になっているというのは、 本当に大きな一歩だなというふうに思っています。彼らが目指している世界というのは、とんでもなく大きな目標で、一足飛びに向かっていけるものではないということもわかっています。こういった小さな一歩一歩を積み重ねながら、彼らのことがだんだんと世界の方たちに知れ渡っていって、評価されていく。そのことは b ーストの夢であり、ベスティーの夢でもあると思います。 私もベスティーの一人として、今回の動画がたくさんの方に伝わって、そしてたくさんの方が感動してくださっているというのを本当に嬉しく思っています。そして今回のこの大舞台での経験を経て、彼らもまたたくさんのことを吸収してくれたと思いますので、また新たな一年に向かって B ファーストが進んでいく道を皆さんと一緒に応援していきたいなと思っています。 どうもありがとうございました。追っかけ情報局リコでした。